はい、ありがとうございます。まずはちょっとこういう機会をいただいて非常にもうありがたいなと思ってまして、もう私実は東京大学センター科学技術研究センターというところからは一応まあ席が外れているので、まあ本当にまあ、今どちらかというと株式会社リリクサというところでやっていまして、まあでももともとのラボのつながりからこういう機会に結びついたことは本当に非常にありがたいなと思っています。でちょっと図々しいんですけれども、最初にちょっと会社の紹介をさせていただきまして、でまあ今日の話というのは、まあ、ギャラクシーのプラットフォームに乗せて、まあ、我々のシステムを試させていただいた、でまあ新たな解析がそれでできるということをやりたいので、まあちょっと我々の会社がどういうものなのかということをご説明させていただきます。まあ我々、私はもともとはこちらの先端科学技術研究センターの、まあ、ゲノムサイエンス分野というところで、まあ NGS を使った時代シーケンサーの解析をしていたんですけれども、まあ私自身はコンピューテーショナルバイオロジストなので、何かしらバイオロジカルなモチベーションがあって、それに対して手法を開発して、まあバイオの何かしらの答えを出していくということをやっていました。で会社としましては、まあ、生命情報を読み解きアレルトの可能性を最大限に引き出すという企業理念のもと動いている会社になっております。まあ、基本的には自宅解析、自体神経質な自宅解析であったりソフトウェアの専用開発で、まあ、その他、我々の会社というのは NGS をゲノム解析かけて、まあ、ものづくりみたいなところがありますので、ヘルスケアであったり、まあ、動物のヘルスケア、植物、微生物のさまざまな応用した、事業を展開しております。でまあ、我々もともとのラボのつながりからもこういう仕事がこう広まっていまして、さまざまな、一緒にクライアントさんとやらせていただいているんですけれども、まあ、多くやはりアカデミックの方たちと一緒にやっているとやはりよく感じるのが、まあ、エピゲノムデータの式がすごく、エピゲノムデータ解析の、その取得の式位置がすごく下がった、式がすごく下がったというところがすごく感じます。まあ、これはやはり背景には DNA シーケンシングのコストダウンというのがあるんですけれども、まあ、やはり DNA のシーケンシングが2008年以降スーッと下がってきて、2012年にはエンコードプロジェクトでさまざまな培養細胞でのエピゲノムデータが取られて、まあ、最近2015年ですかね、去年では、ロードマッププロジェクトによってさまざまな組織でのエピゲノムデータがたくさん取られるようになりました。でもうネットを検索してみると、ああもうどん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 、さまざまな転写因子の、まあ、もしくは質の収縮であったり、さまざまなもののピークであったり、まあ、有効な領域を見れるわけですけれども、まあ、それをやっているうちに自分のデータも試してみたいと思う方がどんどん増えてきていまして、で特にもともとは実験プロトコル自体は非常に、特殊性の高いものだったんですけれども、最近はもうどんどん一つのデータだけではなくてさまざまなデータを組み合わせてやっていこうというスタンスが、まあ、主流となってきていますので、ほとんど、まあ、実験プロトコルもどんどん皆さんに共有され始めているところになっております。で、DNA シーケンシングの外注も低コストで可能となっておりますので、実にエピゲノムデータの敷居がすごく下がったというのがあります。ただ、私たちがよくこう接しているクライアントさんのところに言うと、結局じゃあ自分たちがデータを取っても解析できないという現状というのはどこでもやはりあります。で、その問題としましては、やはりデータ解析の専門家が不足していて、どういうふうに何を組んでいっていいのかわからないというところ。あと、おそらく多分こう顔を見てる感じ、皆さんどっちかというとドライな人間が多いと思うんですけれども、皆さんが思ってる以上にネットの方って黒い画面に対して非常に苦手意識があるんですね。いわゆるターミナルの部分に対して見るだけで鳥肌立っちゃうみたいな人がいるので、まあ実際にやはりどうしてもその部分の恐怖が抜けないというところと、まあ仮に一つのじゃあ方法が分かってそれがインストールして使えたとしても、じゃあその他のさまざまなものをやる労力っていうのはないということが言えます。じゃあでもただやはり自分が取ったデータに対しましては何かしら、まあ、データのバリデーションであったりをしたいというときに、やはり一般的な解析を簡単に試せるプラットフォームが欲しいという要望があります。でそこでやはり、私がお勧めしているのはこちらのギャラクシーとなっていまして、まあ、非常にセットアップが容易でグラフィカルの有効な解析を、まあ、パイプラインを利用可能というところで、まあ、もうそれは小田さんであり、もう前の方々でお話しているところであると思うんですけれども、まあ、私がお話しするのはその中でもチップセックに関わるところとなります。まあ、チップセックと簡単に言いますと、ゲノムワイドに転写因子がどこにくっついているのかを特定する、まあ、実験ですね。転写因子に対しまして、まあ、特定の、その転写因子を認識する抗体で引っ張ってきて、これはクロマチンのプリシピテーションというで、そこから DNA だけを抽出してゲノムにマッピングしてみると、まあ、そうしてみると転写因子が結合しているところはかなりのピークになってきまして、まあ、そこを特定することによって転写因子の機能が分かるといったことが、チップセックにより実現されます。
今どういうプロトコル、まあ、どういうワークフローかといいますと、まあ、これ実際の中で役所の中で動いているプラットフォームの中の、まあ、流れなんですけれども、まあ、結局は転写因子の結合領域を特定するためにはまずは転写因子の結合をするさまざまな DNA の断片を抽出する必要がありまして、まあ、それらをまずマッピングすると。でマッピングした後に、まあ、やはりこのピークコール、どこにピークがあるのかを取ってくるということがあります。で、まあ、今回の話でいくと、非常にその再現性というものがかなり重要されているんですけれども、まあ、ピークコールも実際にいろいろあります。で、まあ、転写因子のチップセックというと、大体 MAX3 であったり、MAX2 であったり、ヒスト収縮であったり、サイサーであったりといったプログラムがかなり主流なんですけれども、やはりバージョンによって、その精度がなかなか違うといった問題が、生じてきます。実際にこうデータを探してみると、特定の有意なピークに対してピークコール数をきれいにパツッと取ってくれるんですけれども、でも実は、同じ MAX でも、その、まあ、膨大 BWA とマッピングのツールと、こっちに、まあ、ピークコールのツールを並べてみて、じゃあどれぐらいのピークが取ってくれるのかというふうにしますと、まあ、結構やはり違うんですね。で、まあ、実際、どの組み合わせが適切なのかというものは、まあ、非常に重要な問題となっていまして、まあ、ただこれははっきりと一概には言えないというところがあります。で、まあ、それをどういうふうなのを使えばいいのかというのは、ある程度やはりアルゴリズムをどういうものなのかというのを把握しておく必要がありまして、まあ、大体2種類にアルゴリズムのピークコール分かれるんですけれども、大体 MAX と呼ばれるところと、あとサイサーと呼ばれるもの。まあ、MAX は、特定のピーク領域に対しまして、まあ、モデルを仮定してどういう波形になるかというのは、ある程度仮定のもとで計算をします。なので、まあ、実際にこうピークがピュッと立っているようなものに対しては、MAX はピークコールをしやすいというところです。ただ、転写因子は確かに DNA に結合するものであって、まあ、ただ常に特定の領域だけに結合するというものでだけではなくて、やはりヒストの収縮に絡むような、まあ、特に、DNA の、転写がエロンゲーションに関わるであったり、まあ、もしくはヒスト収縮のポリコムであったりというものはピークが、まあ、ある程度こうブロードに出てくる場合があります。そういうものはやはり MAX3 は使えないというところがありまして、まあ、そういう時有効なのがサイサーという方法です。まあ、これは非常に、まあ、イメージ的には単純でゲノムを全部瓶に切って DNA の断片を乗せていってで何もないところは取っていくと、で 近いところは、つなげていって、まあ、ある程度の広いところもちゃんと取れるようにするといった方法が、あります。で、まあ、このいう方法を使いまして、MAX であり、サイサーであり、で、まあ、ピークコールがされるわけです。まあ、どういうピークコールがいいのかというのは、やはりデータであり、転写因子であり、細胞に合わせて、まあ、決める必要があるんですが、そこはちゃんと、まあ、データを常に相関しながらやる必要があります。で、まあ、ここからが、まあ、もともと、これ、今回ある程度話させていただいた内容なんですけれども、まあ、ピークが取ってきた後に、我々はまず何をするかと言いますと、まあ、ある程度そのデータが正しいのかっていうのをバリデーションをする必要があります。そこで、まあ、ちょっと少しまた一旦宣伝に戻るんですけど、まあ、弊社で作っているそのピークスというプログラムがありまして、まあ、ここにアクセスしていただいたら使えるんですけれども、まあ、ログインをすると、まあ、ある程度様々なエピゲノム解析のツールが使えるというふうになっています。まあ、一例でいきますと、まあ、2つのピークセットがあったときに、そのオーバーラップはどれぐらいなのか、意外とこのベン図を作るって、プログラム書いてる人は余裕なんですけれども、まあ、3社になったり、まさに4社になったりっていうと、結構複雑になってきまして、まあ、そういうのがこうウェブ上でパンとできますよっていうのが、このピークスというツールになっています。で、まあ、こういうツールはさまざまな、ベッドの方にも使っていただいてるんですけれども、まあ、このやはりギャラクシーにこれ、そのまま載せられるんじゃないかというところで、まあ、実装を進めているところです。まあ、最終的にさっきのワークフローに載せると、ベッドデータっていうのが出てくるんですけれども、いくつかのそのピークス、我々が開発したプログラムに対しましては、そのままギャラクシーの方に移植させていただいたものがあります。このアサインプロキシマルジーンズとコンピュートピークディスト TSS、まあ、あとジムマイドというところで、まあ、一つは、全てのベッドデータ。ベッドデータというのはクロモソーム、スタートエンドネームシグナルみたいなデータがたくさん並んでいるものでありまして、その近傍に何を遺伝子があるのかっていうのは結構ベッドの方で非常に重要な問題、まあ、知りたいものとなっていまして、まあ、そういうのが一発で全部計算されて、まあ、何ならジオまで出してくれるというのがあります。でもう一つは、まあ、じゃあピークがゲノム上にあるとしてそれがどういう部分になっているのかという、まあ、TSS マリダップの部分を書いてくれるというのが一つあります。で一番、まあ、その他のゲノムワイドにもじゃあそれが
TSS のアップストリームにあるのか、エクソン内にあるのか、イントロン内にあるのか、それともインタージェニックにあるのか、そういうのを一発で計算してくれるものであったり、まあ、なんならそれぞれ の、その、部分に対しまして別途個別に落としてくることもできるというふうに、なっております。まあ、このように、我々そのギャラクシーと自分たちの作った PX というものを合わせて今回、ご提案させていただいて、まあ、できれば皆さん、何かしら、こういうのをご利用いただければ幸いです。ありがとうございました。